森教授に代わりまして、工事機の小学科分野の説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、なぜ東北大学の工事機の小学分野を選ぶのでしょうか。で、それは当分野は我が国で唯一の行動神経学の臨床と認知神経科学を統合した分野だからです。では行動神経学とは何かということですけれども、認知、行動、情動を含む精神活動の神経過程の病理と臨床を扱う神経学の中のサブスペシャリティであります。対象となるのは、例えば認知、行動を犯す欺瞞性および多発性の疾患、それから局所性損傷による症候、これは外傷性の疾患なども含まれます。それから神経学的疾患における精神、神経症状、こういったものを対象としております。そして神経心理学、神経画像、認知神経科学、神経精神薬理学、こういった知識や技術をもとに、これらの認知、行動、情動を含む精神活動の神経過程の病理と臨床を明らかにしていきます。さあ、なぜ東北大学の工事機の小学分野を選ぶのでしょうか。それは研究能力が高いためです。このグラフは過去5年間の当分野から出た論文の数です。研究というのは論文が世の中に出て初めて一区切りとなります。当分野では毎年日本語、英語、それぞれ10本前後の論文を出しております。取り扱っている主な研究テーマはこのようになっております。認知症疾患に関する研究、パーキンソン病の認知行動障害に関する研究、難治性転換における手術前後の機能評価、これは先ほど中里先生の転換学と共同で行っております。それから特発性性増圧水頭症に関する研究、非侵襲的脳機能画像法を用いた研究、このようなものを行っております。で、我々の代表的な研究について3つほどご紹介いたします。例えば我々はアルツハイマー病患者の所持障害について研究をしております。アルツハイマー病患者は発話や言語理解などは比較的保たれていることが多いんですけれども、所持能力については早期より障害されていることが多いというふうに言われてきましたが、しかし実際どのような所持障害があるかは明らかになっていませんでした。で、そこでアルツハイマー病の所持障害の特徴や所持障害に関わる神経基盤について検討を行いました。その結果、アルツハイマー病患者では漢字の所持が早期から障害をされていること、そして左頭頂葉および左側頭葉の血流が低い患者ほど所持障害が重症であることを明らかにいたしました。またパーキンソン病患者の研究では患者の嗅覚障害においですね、これについて検討を行いました。重度嗅覚障害を伴うパーキンソン病では早期から脳代謝異常および脳萎縮が目立つことを明らかにいたしました。つまり嗅覚検査によってパーキンソン病における認知症の早期診断、早期治療が可能になることがこれで期待されます。3つ目ですが、特発性性受圧水頭症に関する研究です。特発性性受圧水頭症の歩行というのは小歩、つまり小刻み歩行ですけれども、これが特徴的な歩行であるというふうにされています。しかしなぜそのような歩行障害が生じるのか不明でした。で、そこで性受圧水頭症の歩行障害とその神経基盤について研究を行っております。今回この結果ですが、この小歩、小刻み歩行というのは両側、側脳室全角周囲の白質、それから脳梁質部、左上頭頂小葉皮質化白質の機能低下と関連があることを明らかにいたしました。で、このように我々は研究を通して患者の認知、行動、情動などの神経基盤および臨床を明らかにしております。さて、なぜ東北大学の工事機能障害学名を選ぶのか。それは強力なバックアップがあるからです。現在の研究室のメンバーはこのようになっております。森教授をはじめスタッフの先生は研究ができるばかりでなく、学生を育てるのも大好きな先生たちばかりです。現在学生は PT、OT、ST、看護などのコメディカルの他にも心理学、それから教育学、教育学ですね、そういった多彩な背景を持つ学生が在籍しております。それぞれの興味関心に合わせてスタッフの先生に熱心な指導を受けながら研究を行っております。また研究をする上で研究の資金があることも重要な要素の一つであると思われます。
当分野の、現在の研究資金の獲得状況としましては、文部科学省科学研究費補助金においては例えば認知症疾患における神経ネットワーク破綻に関するマルチモーダルイメージキック研究で水のターンオーバーから見た髄液酸性吸収機構の解明と非集中的、水筒昇進剤の応用こういった研究費が、あります。また厚生労働省科学研究費補助金においては、生雑水筒症の病院病態と診断治療に関する研究高次の機能障害者の、社会参加支援の推薦に関する研究、重度嗅覚障害を呈するパーキンソン病を対象としたドネペゼル予後改善効果に関する研究そしてもう一つ PTSD の予防法と発言基準に基づいた治療法対策法の、開発研究こういったものがあります。つまり質の高い研究をするために経済学的側面からも強力なバックアップがあるわけです。さてなぜ東北大学の工事機能障害学分野を選ぶのかそれは優秀な仲間が集まっているからです。日本では若手研究者を支援する制度として学術振興会による特別研究員制度というものがあります。これは日本の優れた若手研究者に対して自由な発想をもとに主体的な研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与え研究者の養成確保を図る制度であるというふうに言われていますが当米からでは毎年大学院生がこのような特別研究員に採用されております。でさらに大学院生はさまざまな学会で受賞も受けております。でこのような優秀な仲間とともに充実した研究生活を送ることができます。これは、当分野の、川先生パーキンソン病とそこは学部生ですねが受賞した時の写真です。でこれは新年会ですね。でこれは、仙台のリレーマラソンがありましてそちらに参加した時の写真です。でこれは、これが大学院生がこのように机それからパソコンをもらってこうやって研究をしています。でこれは、私たちの研究室は脳神経科学センターというものに所属しておりまして他 の研究室との交流場面です。でこれは毎年恒例の芋煮会になっております。さてなぜ東北大学の工事機能障害学分野を選ぶのか。それは実践的な障害科学の教育研究を自立として行えるようになるためです。グラフは当面の過去10年間の卒業後の進路を示しています。卒業後に教育機関に行く学生が半分以上占めていますがここ3年くらいでいうとほとんどの人が教育機関に就職しております。では最後に森教授からのメッセージで当分野の説明を終わりにいたします。ここは非常に明るくてオープンな教室です。若い人たちは皆さん、自由に研究を進めています。ただし研究が欲しいために、皆さん新人のところに取り組んでやっています。新しいことを何か見せたいという、探究心の強い学生研究を楽しめる学生の待ってます。はい、以上です。どうもありがとうございました。